世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原をなで、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。